新しい私いろいろ始める仙台いろは。最近注目が高まっている MCT オイル、皆さんはご存知ですか？今回はそんな MCT オイルについて調査してきます。最近は美容や健康にいろんなオイルが注目されてるけど、私が気になるのは MCT オイル。でもそもそも MCT って何だろう？ MCT とはココナッツやパームフルーツ、母乳や牛乳にも含まれている中鎖脂肪酸という成分のこと。モデルやアスリートなど体のことを気遣う人たちが愛用していることでも話題です。広瀬アリスさんがコマーシャル出演していることでも話題の日清 MCT オイル。先ほど登場した中鎖脂肪酸 100% でできているのが特徴で、無味無臭のクリアなオイルなどでいつもの飲み物に入れたり食べ物にかけたりするのにぴったりなんだそう。ここで問題です。どちらに日清 MCT オイルが入っているでしょうか？じゃあこっちからいただきます。うんうんうん、美味しい。いただきます。どっちも美味しいし、見た目も香りも味も特に変わりないですね。どっちだろう。でもこっちかな。正解はこちらのスムージー。見た目はもちろん味わいにも大きな変化がありません。日清オイリオのホームページでは日清 MCT オイルを使ったレシピが公開されています。毎日の食事に取り入れるヒントになりそうですね。うん、これならどんな料理にもドリンクにも合いそう。注目のオイルで良質なエネルギー補給、いいでしょう。仙台いろは。今日お伝えした情報は仙台いろはのウェブサイトでチェック。新しい私いろいろ始める仙台いろは。